宮月もそこです。東京の漫画ユニバーシティにいます。今回は表情のバリエーションについてちょっと説明していきたいと思います。で、そのポイントになるものが眉毛と口です。目は同じでも眉毛と口を変化させるだけでいろんな表情を作ることができます。実際にちょっと表を作ってね、見ていきましょう。今回はですね、クリップスタジオペイントのプロを使っているんですが、その中に直線を引けるツールがあるので、それで、まずは枠を作っていきます。最初に目を全部描いていきたいので、フリーハンドで目をクリクリっと描いていきます。そしてですね、全部手書きで描くのはちょっと大変なので、今回は一つ描いた目をですね、複製して、すべて表をまずは埋めていきたいと思います。で、今回は眉毛を3パターンと口を4パターンでちょっと見せていきたいと思います。なので 3×4 で12パターンですね、表情ができます。今はですね、コピーしたんですけども、次にフリーハンドで眉毛を描いていきます。上向きのカーブ、8の字、逆8の字、ね、起こった感じですね。で、口は下向きのカーブ、上向きのカーブ、小さい丸と大きい丸ですね。で、表を埋めていってみます。そうするとですね、眉毛と口の組み合わせで次々といろんな表情ができてくるのがわかると思います。口の形はですね、この丸だけじゃなくてお椀型やあと台形なんかもできるので、いろいろ試してみてもいいと思います。また眉毛もですね、角度なので度合いを表すことができます。もちろんね、今回の表は一例で、100人いれば100通りの表情ができるので、皆さんもいろんな表情を作ってみてください。バイバーイ。